どうも、お疲れ様でございます。まだまだ寒いですね。暖房費、答えますね。暖房費の高騰っていうのはね。で、主に暖房費っていうのはあ、石油ファンヒーターとかね、石油ストーブっていうのがあると思います。で、もう一つはエアコンですよね。この電気なのか、灯油なのかっていうね、この二項対立なんですけども、ナ、ま、ミ、あ、さんがね、非常に、えー、すごくわかりやすい見解を出してくださいましたの、ね、で、ちょっと紹介しようと思います。 例えば、昨年の冬は、灯油代よりも電気代が高かったので、石油ファンヒーターをメインに使用して、エアコンは送風にして使用していたということで、すごく上手な使い方ですよね。さすが、雪国育ちということでございますけども。で、今年は電気代よりも灯油代が高いということなんで、石油ファンヒーターは最初だけ使用すると。要するに部屋が冷たい状態で、石油ファンヒーターでブワッと温めますよね。その後、 途中からエアコンをこうね少しずつ上昇させていくっていう設定で切り替えて使用しているということでこの辺ね節電のテクニックが生きてるわけなんですよで全体的に思うのはやっぱこういうふうな計算を元にやっていかなくちゃいけないかなってところですよねでも多くの方は何も考えずに使用するだけ使用して後になってねうわ高いなって言ってるからそれは高いわって話なんですよやっぱりこう緻密にねいろんなテストをし,てしながらあトライしながら 切り替えながらやっていくところで、電気代はね、汗をかいて節約するものなのかなというところでございます。で、私、広島なんですけども、確かにね、通年でしたらエアコンだけで済んでるんですけども、ちょっとあまりにも寒いんでね、灯油を入れる機会をね、えー、ちょっと設けたんですよ。確かに灯油代高いなと思うのと、灯油を買いに行くのがめんどくさいですね。<laughs> 重いのを抱えながらね、さすがに私もめんどくさいです。車出さないといけないですしね。その中で思うんですけども、 まあ、やっぱりね広島とかね瀬戸内海に囲まれているこの辺りの環境ですとねやっぱ寒い時にエアコンにプラスして灯油で暖を取るってのはあると思うんですよその際高い高いと言いますけどもまあでもね12月1月2月この3か月間ぐらいなんじゃないかなと、うん、寒くてどうしようもないから灯油使いましたってのもねそうなってくると 月の灯油代が1万円とか2万円アップしたところで、まあ年間で5、6万の差なのかなと思うんですよ。いや、これをガンガンに使ってですよ。そう考えていくと、こうね、確かに、プラスアルファの出費してるようではあるんですけども、それも非常に限定的なんで、まあ頑張れよっていうのね <laughs>、ところもあるのかなと思いますよね、そのぐらいはね。うん、でもやっぱりね、その寒い時期が長いね、新潟ですとか、それから北海道のあたり。 その他にも、シマネとかもそうかもしれませんけども、もしかしたら10月あたりからね、投油を炊き始めて、3月、4月までまだまだ寒いから、投、うんうん、油代がかかるよっていうところは、もうね、10万とか20万という差に下手したらなってくるんで、やっぱりシビアに計算しなければ、目が飛び出るようなことになっちゃうんですよね。まあ、そういった地域の差もあって、のんびり使ってる方と、なんかね高いけど耐えていく方と、様々生まれてくるのかなっていう風に、 思いましたね今回ね、うんまあ、私もね今1月で灯油入れて使ってますけども多分もう2月の半ばにはもうね灯油の石油ファンヒーター片付けてるんじゃないかなと思うんですよですんでもうちょっとの付き合いかなと逆に灯油を残さないように使い切っていかないといけないなっていうところも途中から考えていかないといけないところかなと思いますね、うん、まあ24時間つけてるわけじゃないですしね日中は全然あったかいんでやっぱりこういう時期でも。 皆さんの地域ではいかがでしょうかそれでは今回以上でございますお疲れ様です